さあ、それでは皆さん、本日はここで本日お越しくださっているホンダレベル7の皆さんをご紹介いたします。さあ、早速お呼びいたしましょう。本日5名いらっしゃっています。では大西舞監督、大西安山鈴鹿選手、さあ大きな賞をお願いいたします。秋津茜選手、塚本穂高選手、大木屋真奈美選手、それでは一人ずつ自己紹介をお願いいたします。皆さんこんにちは、ホンダレベル7監督の大西です。本日はソフトボールデーということで、貴重な試合前にもかかわらずお時間いただきましてありがとうございます。本日は、短い時間ではありますけれども、ソフトボールの魅力を感じていただき、ブレイブスとともに、栃木からソフトボール野球を盛り上げていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。こんにちは、ホンダレベル7背番号26番の安山鈴鹿です。ポジションはキャッチャーです。私たちホンダレベル7は真岡を拠点に活動しております。JD リーグ、通称ジャパンソフトボール、ジャパンダイヤモンドソフトボールリーグ、通称 JD リーグというリーグに加盟していまして、していますこんにちは、背番号18番ピッチャーの秋津です。この後始球式で投げさせていただきます。野球とソフトボールの違いを少しでも目で見ていただければいいなと思います。よろしくお願いします。こんにちは、背番号28番塚本蛍です。外野手をしています。15日土曜日と16日日曜日にここの球場で私たちのリーグ戦があります。ぜひ皆さん見に来ていただき、応援よろしくお願いします。こんにちは、背番号23番外野手の大木屋です。今日は皆さんで盛り上げて、あいにくの雨なんですが、晴れマークなれるように頑張っていきましょう。皆さんありがとうございました。さあ、この後ホンダレベル7の皆さんは始球式や応援 TV のゲスト解説をしていただきたいと思います。さあ、そしてただいまから写真撮影を行いたいと思います。